エアドボードが乗ってたか。りょうと。どうしようぞ。マキリンだ。皆さん、YouTube で検索するときに、例えば、とって言ったら東海オンエアとか、ひって言ったらヒカキンとか、そういう風に、パッと予測変換出てくるわけですよ。世の中で流行ってるものが一文字ですぐわかる。これは非常に便利なことであります。ってことですよ。逆に言えば、今一番流行ってるものを検索したいなと思ったら、一文字打つだけでいけるわけですよ。今その文字で何が流行ってるか知っておくのは、非常に効率がいいと。なので今回ですね、皆さんに、これを検索したら、一番に出てくるものは何かというのをね、当てていただきたいと思います。なるほど。ちなみにこんなもん、もう問題にする価値もないんですけど、歯、なんでしょう。初めでしょう。大正解。はい。なるほどな、そういうことですね。歯皮膚がすごいですよ。はじめ社長、ヒカキン、フォッサマグナーズ。フィッシャーですか。フィッシャーって。フィッシャーです。最初簡単に、一文字でだけでいいの。はい。し、し、しです。しと打ったときに、え、間違われてるものなんでしょうか。あ、びっくりしたよ、俺今。全然わかんない。わからんやん、これ。僕もこれしか出てこなかったの。はい。他のも思い浮かばん。3人同時に出してもらいます。YouTube でシート検索した時の一番上これ。せーの。シルク。シロはシルク？シリ。シロさんじゃないんですか？シロさんじゃないよ。シロさん残念。なんとですね。はい。1位、進撃の巨人です。うわぁ、そうか。あぁ、言われてみればだね。おぉ、迷ってんのか。うわぁ、でも、誰かね、柴田って書くと思ったら2位なんだ。あ、そうなんだ。そう。あぁ、とか言っちゃった。柴田さんに頼まれた。YouTuber も食い込んでくるけど、さらに世間でめっちゃ有名なものだと、そっちが勝っちゃう。なるほどね。じゃあ次、む。むでも俺、あんた最初に出たやつなんだろうな、きっと。でも自信持っていいと思う、本当に。結構マイナーじゃないの、もしかして、むって。いや、これを知らない人はいない。怖いこと言った。今みんなも考えてみてねって言いたいですね。うん。わー。試しにこっちでえいってやっちゃう。うんうんってなんだよ。はい、で、それましたね。はい。どうだろう、自信ありそうにも。いや、もう全くない。絶対に違う。じゃあ、そんなのあったら俺が一番自信あるかもしれない。じゃあ、まあ、虫病として。はい。どうぞ。この辺、ムーギー勝つやな。わぁってふざけてる。ふざけてるの。え、マジで？なんで？ふざけてるじゃん。え、待って、そんなシンクロあるわけないじゃん。なんで俺挟むの、それで。ムーの競合はいなさすぎるんだよ。君ら2006年なの今。だから今すごい、もしかして YouTube で活躍してるかもしらんなと思って。マジか。じゃあ、正解お願いします。人名じゃないんですよね。はい。単語で攻めました。むっつり。うわぁ、あ、僕ね、無修正かなとも思ったんだよ。正解ね。胸。うわ小学生すぎ。漢字一文字で胸。マジ？そっか、小学生が調べてんだ、これは。そうだ、危ない、そうだ。世の中知らない人いないし、ムーイカツヤも誰も知らねえか、小学生。やめてやれ。でも分かった、このユーザーの年齢層をつかめたから次分かる。次はですね、二文字で打ちます。はい、ジョブもっと簡単じゃん。え、もうこれ答えやん。マン。お前、いや、でも、はい。マンと打って何が1位に来るでしょう。これは分かりました、僕。マン？マンです。マンですよ。マン。マンだよ。どうでしょう、自信のほどは。俺で結構あるんだけど。僕もちょっとある。両サイド2人じゃあ、どうしましょう。どっちから。マン・オブ・スティール。マン・オブ・スティールは1位には来んでしょう。しかも、これ出てきちゃダメだから、ね。じゃあ、2人同時いきますか。はい、せーの。マンガ。あ、マン・ウィズあるわ。マンガ3位。え？マン・ウィズは？マン・ウィズはね、あ、でも4位。あー、くそ、4なんだ。中学生頑張って思った。意外と来なかったですね、あれは。あの、期待した方が。まあ、よけましたよね。よけましたね、やっぱり。1位は漫才です。漫才。あー、そうなの？マジか。いや、これ楽しいですね。漫才か。また2文字ですね。え、は、え、え、え、ちっちゃいつ。はい。はい。うわ、むずー。これ余裕だろ。余裕。この書くか書かんかの葛藤がおもろい。これはまあある正解は。じゃあこっちから順番いきますか。はい。え、どうぞ。X ジャパン。おお。X ジャパン。お前ら仲良くね。あ、これいいや、すごいなここ。いやでもあれですよ、 YouTube ですよ。やっぱこれでしょ。いきますよ。はい、どうぞ。えっちゃんボンボン TV。 ああ、これある。ないね。 X ジャパンの上に行くわけないじゃん。そりゃそうだよ。 X とえっちゃんだよ。1位なんとえっちゃんです。ほらよ。はい、はい、えっちゃんに謝れ。謝ってください。えっちゃん謝ってください。今公式謝罪、謝罪で公式に謝罪してください。えっちゃん、すいませんでした。すいませんでした。スケベすぎん、調べてるやつら。 YouTube 界でどっちが強いって言ったら正直こっちですね。そうだろ。寂しい。寂しいと言わない。ということで、ここでようやくとしみつが1 YouTube をゲットしました。やりました。ようやく来ましたよ。あ、でもね、次もやっぱ男だ。ってか全部ね、男が見てんなっていう検索結果だわ。確かに今までの本当にそうだね。胸漫才でえっちゃんだ。次行きますか。何だってんの。いや、何もないっす。
なんか、めっちゃエッチな星だ。今、好きな星だ。正直に言え、早く。ちょっと待って。完全に、エッチャンの胸が出る漫画から考えた。胸エッチャン。違う違う、そうだよ。まあそうそう、実際そう。だから、ああ、じゃあ、エッチャン胸っていう検索が多いんだろうなと思った。っていうだけ。でもそれ言おうと思ったけど、いや、これ以上言ったらもう余計謝らんといかんと思って。ここ見てなくても分かってもらったんで。笑ってるから。いや、心読まれすぎる。仲良すぎ。仲間すぎる。次、次も2文字です。はい。虫。うわ、それはさすがに書かせてやれ。いやー、でも。いや、もう負けてもいい。負けてもいいから。当てに行って、これは。それが1位だと思うのなら書いてほしい。じゃあ、りょうさんはどうぞ。虫眼鏡。いや、そこはさ、いいここ虫眼鏡。そう、うぬぼれかもしんないですけど、これ1位だった時に他の書いたらダメなんですよ。いや、してください。はい。もう先言っちゃうと、虫眼鏡、修正って来ると思ったんですよ。ああ、だから俺ボケなきゃいけないなと思って、ああ、なんか武者修行とか言っちゃった。ねえ、俺、別にさ、そりゃ量がいかん、量が1位。俺だよ、虫眼鏡書くはないでしょ。虫眼鏡書くの分かってね、虫眼鏡書くやつはおらんでしょ。いや、ここは全員虫眼鏡で、さすが俺だ、10日前で答えが虫眼鏡で、よっしゃーって。そんな瞬間は訪れないから。はい。無修正書きたかったよ、俺も。いや、途中で1回変えていいよ、じゃあ。武者修行ではない。分かってる。本当に当てに行ったら何になる、ちなみに。無修正。ちなみに無修正ではない。やばいこと言った。どうぞ。夏休みなんで、自由研究とかもあるね。虫取り。ああ。なるほど。正解、なんとですね。はい。虫。うん。キング。すごい。さすがに虫のキングのだけのことありますね。そう、メガネとキングどっちが強いかというとキングです。そりゃそうだわ。次はもう、これの方がまだ分かりやすいかもしれない、さっきよりは。これは単語を言って、スペース開けて、その先に何が出てくる感じです。あー、なるほどね。徹夜、臭いとか。徹夜はちなみに、ストーカー。進行ふざけんの。なんでよ。はい、次はみんな大好き。トランジスタ。トランジスタで1個開けて何が出てくるかです。さすがに YouTube 界においては、本物のトランジスタと、相馬トランジスタって、相馬トランジスタの強いはずなんだよな。本物ってどっちですか？いや、カイロの、カイロのトランジスタの。こっちが言いますね。はい。どうぞ。トランジスタドッキリ。おぉ。あー、あるね。わかんねえ、もう壁法。そう、壁法。おぉ。さすがにっていう答え、これは、はい、トランジスタラジオでございます。本物じゃん。マジか。あれまだ負ける。今の清志郎さんの方ですか。清志郎でいいもんね。強すぎ。ここでアラジオステーション出てくる。強いやな。勝てるわけねえよそれは。じゃあもうこれ最後は聞いた瞬間にこれだと思ってやったら書いてほしい。あ、そんな分かりやすい。これラスト問題ですか。これラスト問題分かりやすいです。なんなら3人揃えてほしいな。最後は2文字女。さあ、お書きください。見てるみんなも女といえば、 YouTube でみんなが検索してる女といえば何かを考えてください。で、揃いました。はい。全員自信のほどはねえよ。ないです。ないの。僕、ワンちゃん。じゃあそっちからいきますか。どうぞ。お腹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 ですか。お腹ですか。意外なところ来るかなと思って。じゃあどうぞ。いや、こんなわけないですよ。はい。お腹。ああ、やだこれ。俺最初だった。違うじゃないよ。僕思い浮かびました。思い浮かばなかったこれ。嘘、俺もこれ言ってた。さあ、最後どうぞ。おなら。おならね。なるほど。正解はおならでございます。よっしゃ、よっしゃ。こいつ YouTube 知りすぎ。そう、おならなんですよ。お腹よりもおなぶたよりもおならが見たいんですよ、お腹の人。上位10個に10日前2つ入ったんですね。ああ、素晴らしい。見てる皆さん、どれだけあったでしょうか。これ1年に1回ぐらいやって面白いかもしれないですね、こういうゲームは。虫キングに勝たないといけないから。そうそう、ちょっといつか抜きたいね。虫キングを抜かしたかなぐらいの時期でやりましょう。はい、また来年お会いいたしましょう。さよなら。知らんのよりたくさん動いてるもんな。この動画でも3回ぐらい動いてる。やめろ。